徳光久夫10月11日2014年9月12日は日本の映画監督、実業家。徳光和夫、徳光次郎兄弟の父。徳光正幸、三つマングローブの祖父。徳光健五郎の長男として生まれる。1907年、父は北海道から神戸市に移住。神戸で常と結婚し、1910年に久夫が誕生した。 ほどなく上心が離婚し、久男は父に引き取られた。健五郎は再婚し、東京伝統へ転職。1930年、徳光家は東京市西菅母で暮らし始めた。久男は度重なる引っ越しであまり友達を作ることもできずよく一人で過ごしていた。そんな久男の心の支えとなったのが、詩や小説を書くことだった。創作に興味を持った久男は、 詩人の同人会にも参加した。1932年、大倉高等商業学校卒業。1932年、自宅の近所にあった、可愛い映画制作者に入社。宣伝部、助監督、監督を務める。新興キネマに移跡、監督部を務める。現存する監督作品として、1939年の短編作品、5作じいさんがある。 納税奨励の宣伝映画。制作は南左官映画。主演は横山運平。毎日新聞二席。映画部でニュース映画を担当。1941年太平洋戦争開戦前の国策により大手新聞三社のニュース映画部門が統合されて発足した日本映画社のニュース映画部に勤務。戦後は同障害課長を務め。 1949年には、取締役営業部長、総務部長を兼務。1953年、日本テレビ放送網の開局社員として入社。映画部長として、日本映画のテレビ放送を提案するが5社協定の取り決めで断念。外国映画を日本語吹き替えでテレビ放送することを発案し、1956年、ロビンフッドの冒険を放送。 映画関係者からは、暴挙と告評されるも、視聴者からは、わかりやすいと好感を受ける。その後も、外国映画や海外ドラマを日本語吹き替えで放送する最高責任者として、名チ林チン,チンパパは何でも知っているなどを担当した。1961年2月より編成局次長。1963年4月より報道局次長。 1966年9月より芸能局次長、1967年8月より芸能局顧問を歴任。1967年2月から1968年6月にかけて日本科学技術振興財団の経営難に伴い、他の在京民放テレビ局4社が共同で設立した科学テレビ協力委員会の委員となり、 当時の東京12チャンネルに出向、同チャンネルの経営再建を手掛けた。科学テレビ協力委員会は特定のテレビ局が東京12チャンネルの経営主導権を支配しないように、建成、監視する目的もあった。1970年に日本テレビを60歳で定年退職。同年11月より東京テレビセンターに移籍、CM スタジオ室長を務める。 2014年9月12日、東京都内の病院で老衰のため103歳で死去。ありがとうございます。